こんにちは。今日はスピードに乗ったドリブルから急ストップ、そしてカットインを紹介します。このドリブルのポイントは3つ。1つはスピードに乗るために細かいタッチのドリブルから一気にボールを持ち出し、相手に縦への突破を見せることです。そうすることで相手は体勢を縦への突破への対応に変えていきます。2つ目に急ストップです。この状況では右足のアウトサイドを使い、ボールも体も急ストップさせることを意識して行いましょう。そして3つ目です。急ストップから今度アウトサイドで中に運びシュート、この一連の動作をポイントとして挙げていきたいと思います。これは別角度からの急ストップからシュートの場面です。急ストップのところではしっかりとアウトサイドでボールを止めること、さらに自分の体勢を止めるために左足でしっかりブレーキをかけること、体とボールがしっかり止まっている状態を作ることで相手を置き去りにすることができます。急ストップができたら中にカットインをしてすかさずシュート、これを一連の動作を覚えていけるといいと思います。この急ストップのところがすごく大切になってくるので、ぜひ練習してみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信していきますので、チャンネル登録と高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。